ユーラシアファーストライディングブリジストンサイクル株式会社は埼玉県上尾市に本社を置く自転車の製造・販売を行う会社。1949年10月3日、アサヒコーポレーションのタイヤ部から自転車部門が分離、独立してブリッジストン自転車株式会社として設立された。1951年10月25日にブリジストン自転車株式会社に改称。 関連会社だったブリジストン後期を1997年に合併しているが2007年に後期部門とブリジストンエンジニアリング東日本株式会社ブリジストンエンジニアリング西日本株式会社を統合しブリジストンプラントエンジニアリング株式会社を設立した1959年1月自転車の販売業務を親会社ブリジストンタイヤに移譲した マーケティングやコンセプト作りを担うブリジストンタイヤの自転車部門からワークオーダーを受けるという仕組みになり、1960年にブリジストンサイクル工業株式会社に社名を変更する。1971年、販売業務を譲り受け、1976年に現在の社名となる。依頼独自のベルトドライブシステム、オーダーメイド自転車の生産、また暗所でライトが 自動転倒する、転倒中、後輪状とハンドルのダブルロックシステム、一発二乗、など、独自のシステムを多用した自転車を多数開発している。親会社ブリジストンは、タイヤメーカーである。しかし、ブリジストン銘柄の自転車タイヤは、OEM 販売のみで、自社、親会社では自転車タイヤの製造をしていない。年代には自動向け自転車シリーズ、ドレミの、 イメージキャラクターとして、当時の人気アイドルだった、アマチマリ、アグネスちゃんを起用し、その名を冠した、ドレミシンリちゃん、ドレミアグネスといったシリーズを発売した。また特撮テレビドラマ、仮面ライダーの人気が上昇すると、ライダーの愛車、改造サイクロン同様のフェアリングを前面に取り付けた、ドレミサイクロンを発売、ライダー劇中でも、少年仮面ライダー隊の愛車として使用した。 1984年にはセリーヌからブランドライセンスを買い、同社の名を冠したシルエットセリーヌを30代限定で製作販売。1964年に自転車競技部を創部。現在もサイクルレーシングチームチームブリジストンサイクリングを保有している。アンカーはブリジストンのレースモデルを主としたブランドである。1999年に ブリジストンサイクルレーシングチームから解消したもので、この際選手も全員プロ登録した。ブリジストン及びアンカーのブランドで、競輪用のフレームも製造している。アンカーアシスタユニロードマンコルモ株式会社、ブリジストンとブリジストンサイクル株式会社が、東京2020オリンピックトラック競技日本代表への機材提供を行う。 UCI レギュレーションでは市販バイクであることが条件になっているので何らかの形で発売される。かつて1952年から1971年まではモペットやオートバイを生産していたこともある。この分野では1955年にシェア30%を占めており、特に1959年発売のモペット、ブリジストンチャンピオンなどが知られているが、 やがてもペットの需要が減るとの見通しから小型オートバイに軸足を移し始める。しかし1965年に同じブリジストン系列だったプリンス自動車工業が日産に吸収合併されることが発表された時に今後のオートバイエンジン開発に大きな影響を及ぼすと判断したことから1966年にオートバイの国内販売を停止し、 以後輸出向けの生産だけを行っていたものの、やがてそれも終了し事業を自転車のみに絞ることになった。ありがとうございます。